首先，所有状态下都可以穿脱鞋子跟丝袜。脱丝袜。有六个位置可以触发动作，都先从触摸一号位置开始。点一号位置后，天成背后会散发红色光芒。在此状态下再点一到六号位置会触发不同动作，以下一一展示。另外，触发动作后可以拖动左边画面来显示光芒。指揮官様、天城のお城にようこそお越しくださいました。どうか悩みを忘れて、心ゆくまでお楽しみくださいませ。ん？ここにやってきてから、なんだか毎日が快晴と？よくお気づきになられましたね。ここにいても指揮官様は相変わらず鋭いようで。寂しがり屋の上司と迷い込んだ来訪者の出会い、おとぎ話を作るのにいいテーマだと思いませんか？夢幻の遊園地なら一度くらいわがままになってもいいですね。指揮官様、天城と一緒にお菓子を一通り食べてみませんか？まずは羊羹から。開かない部屋の鍵なら天城が全部持っています。これ以上探索を続けたければ天城の願いを叶えてください。つきましては願い一つにつき鍵一本で、いかがですか？ん？指揮官様の胸中を天城察せたのかもしれませんね。お、指揮官様、天城、もう我慢しなくてもいい。で、よろしいでしょうか？あら？指揮官様は退屈に感じましたか？新しい任務ですね。大丈夫です。天城もご一緒します。指揮官様、心配することはありません。任務はすべて完了しました。この場でゆっくりとお休みになられますよ。指揮官様、メールです。あ、よければこのまま一緒に玉座で確認していただければ。天城の予想通り勝利されてきたのですね。祝宴の手配をしてありますので、よければ天城と一緒に会場まで行きましょう。もしかすると委託組からサプライズがもたらされているかと。指揮官様、一緒に確認しに参りましょうか。